鹿島アントラーズに所属する、元日本代表 DF 内、アツトが20日、現役を引退することを発表した。鹿の公式サイトで伝えられている。今シーズン、J リーグはダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月、両お試し実施中、鹿島の公式サイトによると、他は、今月31日で、鹿島との契約が満了。23日に行わ、る明治安田生命 J1 リーグ第12節ガンバ大阪戦終わり、後に、引退の挨拶、翌日にオンラインで、記者会を行うという。現在32歳の内田は清水東高等学から2006年に、鹿島に入団。2010年には、ドイツ一部のシャルケに移籍した。シャルケでは2010-11シーズンの DFB ポール、2011年の DFL スーパーカップ優勝を経験。2010-11シーズン UEFA チャンピオンズリーグ CL では、クラブ史上初のスト4入りに貢献。その後、2017年にはウニオンベリンに移籍したが、2018年1月に鹿島へ復帰。2018年の AFC チャンピオンズリーグ ACL では、鹿島の優勝に貢献し、日本代表としては74キャップを記録した内田。2010の南アフリカワールドカップと2014年のブラジワールドカップに出場した。ドイツでは、ウの愛称で知られる内田。14年間の現役生活に、を閉じることになった。りょう。